大気シャトル、母ジェネカー、牝馬関東、茅野工事厩舎入厩予定。白井牧場ですでに騎乗を開始しています。この間の成長が著しく、詰まり気味だった胴に伸びが出て、全体のバランスが非常に良くなりました。トモもぐんと大きくなり、父大気シャトルの良さが出てきた印象です。気象面の成長も見られ、順調に育成がスタート。仕上がりも早そうで、2歳戦からの指導を目指します。